はい、冒頭なんですけども、まずはお礼を言わせてください。まあ私がですね、えー、ちょっと肩を脱臼した動画を見て、えー、送っていただいたお土産を昨日、 手にににすするここととがができまましてて非常にねこんなな立派なものをいただいて本当にありがとうございます銀座といえばですねこれ銀座って書いてますけどもつい先日私が銀座に行ったところなんで本当にですねあのー、私が行ったところのどこにいらっしゃったのかなというところでねまあ重い一品でございますまあこういうのはあこういうお礼のねメッセージは個人宛にするのが 本当はいつものことなんですけども、今回はですね、ちょっと、こういう、この場を借りてお礼を言わせていただきます。えー、本当にね、ありがとうございます。えー、これからも、ますます頑張っていきますので、よろしくお願いします。ということですね。それでは、あの、本編の方をご覧ください。えー、ありがとうございました。ありがとうございます。速解塾の方です。えー、今日はね、私、健康診断の方に行ってまいります。 え、健康診断で、まあ何も異常が出なければいいんですけどもね。まあ今のところ出たことがないんで、毎年毎年行ってるわけなんですけども、まあ、私も会社を経営してますんでね、あの会社の方に健保さんから来るわけなんですよ。社員を、あの、なんですかね、健康診断に行かせてくださいというね。これ会社の義務みたいなんで、まあ、私の会社は社員私しかいませんので、一人でこっそり行ってくるかなってってことでございますけどもね。えー、まあ去年もね、えー、やっぱりだいぶ埋まったような気がしますけども、まあでもたまにこうやって健康診断に行くのも悪くないですよね。今のところ私 不調はここの肩かからままだ痛いかいいなととうろでございます皆さんはいかがでしょうかあ元気にねはつらつと過ごすためにはやっぱり体がしっかりと健康でないとなかなか難しいところもありますんでねご飯を食べても美味しくないしちょっと歩くと疲れるしってことではなかなか楽しめないかなと思,って思いますのでできるだけ健康でいたいなと思いますよねさあその中で健康をやっぱり維持するための要素としてお金のね 健康も貧、まあ、血病というのがあるくらいなんで、お金がないとそれだけで病気になったようなねそんな状態になってしまいます。まあ、というとことで、ね、例のやつの話をまたさせていただきますけども、えー、昨日、一昨日とおとといと連絡をいただきまして、えー、入金がありましたと、全額入りましたと、そういう方がボツボツ出る中、あとまだないんですよという方が、えー、と現時点で、ね、2, 名2名報告されています。 私まだありませんので25日を待ちますということですねそうですね25日にまた入金日がありますのでまたねなんかねここまでのレコボートでは週水曜日じゃなくてもなんか金曜日とかにも入ってるよみたいな あ方もいらっっしゃったんで25日までに、まあ、入っている方もいるのかもしれませんけども、基本的にはね25日に、えーまあ、通帳記入行ってね、まあ、26日の朝がいいと思いますけど、26日の朝とかに通帳記入に行って、えー、安心していただければと思います。えっ、ー、とね、本社の方に連絡を入れた方も結構いらっしゃって、今、カスタマーサポートも本社の方も電話が結構通じるみたいなんで、落ち着いてるんですよね。ほとんどの方の不安要素と入金が完了してますんで、今だったら連絡できます。私は連連絡絡ししてないんですけども連絡した方からね結構 お電話というか、連絡いただきまして、メールとかいただいて、あのー、25日までに全部振り込まれるから大丈夫ですよってことで、安心しましたというね、そんなあ報告でございました、まあ、私もね、まだこうやって一部届いていない方が、現時点でも2名いらっしゃるということで、早く入金し,していただいてね、で安心して、またあーお金に関して健康になっていただきたいなと思うばかりでございます。皆様いかかがでしょうか えー、それでは、ね、本日は以上ですけども本当にね、えー、このたあは、のー、この怪我に際してねいろんなお見舞いのお言葉ですとか湿布を送っていただいたりとかそれからなんかお土産っていうかねお菓子をいただいたりとか本当にありがとうございました、えー、個別でお名前を出すことは差し控えさせていただきますけども、えー、本当に一人一人、えー、私がね実際にこう声をこう交わし合ったりとかね実際にこうなんですかね、えー、心かわ通わし合った 方ばかりだなというところで本当にありがたいことだと思います。え o ユーチューブをご覧の皆さんもこれからもよろしくお願いします。えー、それでは本日は簡単でございますけれども以上でございます。失礼します。